まだ遊んでるよ。まだ遊んでる。あ、あ遊んでました。ガチャガチャ。失礼します。後ほどチェックしますよ。なんかも一応確認してます、ね。はい。後で見ます。一応確認しますか。後で見てください。久保田圭介アナウンサー、余計なこと言いました。外れ。外れました。失礼しました。はい、プレ旅です。よろしくお願いします。いや、期待。季節も秋めいてきて本当にもう涼しく秋らしくなってきましたよね、はい、そこで今回のテーマはこちらです。いろんな秋を満喫、長野県小布施。長野県の小布施でさまざまな秋を感じてきました。なるほど。それでは旅のポイントいきます。こちらです。おその1、栗の名産地小布施栗、うんうん、その2、1日70個限定幻のモンブラン、その3、季節の草花を鑑賞お庭巡りということで、うん、見て食べて体験して秋を感じてきました。いやー本当ですね。いいですね。いいですよね、うん、もう最後まで飽きずに楽しめる内容となっていると思いますので、ぜひ皆さんお楽しみください、うん、それでは行きますよ。長野県小布施へプレ旅。収穫の秋、食欲の秋、小布施の秋だということで、今日は秋の味覚の宝庫、長野県小布施にやってきました、うん、いろんな秋を探しに行ってきます。レッツオータム。オータムオータム、レッツオータム。歴史的な景観を多く残した小布施。人口およそ1万人と長野県で最も小さな町にもかかわらず、年間100万人が訪れる観光スポットとしても有名なんです。そして小布施といえば栗の名産地。小布施栗は濃厚で甘みが強く、コクとまろやかな味わいが特徴です。収穫の秋を堪能しに最初に訪れたのは、栗拾いを体験できる小林農園です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。徳永トラチオと申します。トラチオさん、名前珍しいですよね。どういう漢字書くんですか。名前がすごい珍しくて、動物の虎に漢数字の線に代表の代、千代田区の千代ですね、うん、はい、トラチオ、はい、そうなんですね、はい、そのトラチオさんの前には、はい、秋の味覚栗。そうなんです。大きいですね、一粒が。そう、小布施栗大きいのが特徴なんです。水はけの良い地形と酸性の土壌、そして気候の良さが小布施栗を生み出しました。今年の夏暑かったじゃないですか、はい、何か栗の生育に出来栄えとかって影響してますか。いつ収穫ができるのかなっていう、ちょっと時期が変わってしまう不安は少しあったんですけど、こんなに立派に今年も育ってくれて、いっぱい光合成もできて、とても美味しい栗となっております。早速栗拾いを体験。カップに詰め放題で1100円です。収穫するのは木からではなく、落ちている熟した栗。あ、そうなんだ。イガを足で踏み、中身を取り出していきます。難しいね、足で踏むよね。わ、でっかいね。本当ですよ。立派。ちょっといい栗見つけたかもしれないんですけど、これどうですか。これそうですね、少し小ぶりですけど、とても美味しいと思います。小ぶり、はい、ちっちゃい。これでもこの大きさでちっちゃいんですか。そうなんですよ。小さな栗でしたが、せっかくの出会いなので収穫することに。栗まで踏んじゃいそう。そうですよね。うまく。あ、いい感じです。あ、でも上手じゃないですか。小刻みに小刻みに端っこをめくっていって。ちょっと小ぶりだね、確かに。あー、1個目ゲットしました。小布施栗。全然大きさ違う。本当だ、2倍くらい違うんですけど。ちょっと探してみましょう。はい、お願いします。トラチオさんのはすごいですね。あ、はい、この辺たくさん落ちてます ね、はい、この辺りベストスポットです。ベストスポット、はい、来ましたよ。大きいの狙っていきましょう。はい、大きい両端横、うん、よいしょ、めくって、こんにちは。あ、いいね、挨拶ができるのはいい。挨拶は絶対できた方がいいからね。比べてみますね、うん、さっきのと。お、大きい。大きいですね。プリンプリンですね。多い方ではどのぐらい取るんですか。そうですね、本当にもう1キロ弱くらい ここに盛られる方もいらっしゃるので、1キロ、はい、うまくこう組み合わせて乗せてみてください。
頑張れ。その後もどんどん栗を収穫、うん、ギリギリまで乗せられるかが勝負の分かれ目勝負あちょっと厳しいかも自分との戦い、うん、すごいですね本当にもうなかなかこんなに乗せられてない本当ですか、なんか大絶賛、はい、もう少し行けそうですまだ行く上にそっと上手あら親指で支えてるんですかこれは OK ですあこの辺でフィニッシュですかねじゃあ、うん、少しアウトのような気もしましたが心優しいトラチオさんが OK にしてくれました。優しい。今回収穫した栗の重さは550g、 上には上がいるものです。そして今回特別に蒸し栗をいただきます。皮が薄くて身が本当にパンパンに詰まってますね。それではいただきます。うん、ほっくりすごくしっとりしてますね。はい、ありがとうございます。この口に残る栗の後味までとっても甘いです。栗本来の甘さ存分に楽しめますね。ありがとうございます。小布施栗の美味しさは江戸時代から世に知れ渡り、将軍への献上品になるなど当時から全国ブランドでした。今年の栗拾いは暑さの影響で今月中旬までとなっています。急がなきゃ。まだまだ止まらない食欲の秋、小布施栗を使ったスイーツも大人気なんです。続いて訪れたのは老舗の栗菓子専門店小布施堂。小布施堂では栗をたっぷり使い、伝統的な和菓子や焼き菓子などを製造しています。そしてこの時期にしか味わえない幻のスイーツが。大変お待たせいたしました、はい、栗の天心スザクでございます。うわぁ、お召し上がりください。すごく綺麗な山のフォルムですね。糸みたいにこう折り重なってるのが、はい、とっても素敵なモンブランですね。採れたての栗を蒸してそのまま裏ごしたものをお乗せしております。栗本来のそのまんまのお味をお召し上がっていただく和菓子となっております。持つとほろほろっとほどけてしまう繊細なモンブラン、まずはお箸でいただきます。お箸、うーん、わ、しっとりふわふわ、口に入れた瞬間にこうほどけてきますね。もう砂糖なども一切使ってないので栗 100% ですね。そうですね、本当に今の時期の栗のお味を召し上がっていただくあのお品になっています。続いては中にある栗あんと一緒に。また味変で。そうですね、また香りがさらに重なって美味しさが増すかと思います、うん、栗あんには少し甘さもあって、はい、素朴な栗本来の甘さと栗あんの甘い味わいがとっても合いますね。よく甘さが加わるとまた一層上の栗の部分も美味しく感じられると思います、うん、あん入りのモンブランいいですね、うん、栗好きにはたまらない栗の天心スザク。1日70個限定で午後2時15分よりお店で当日券が配布されます。すごいな。今月16日までの提供なので気になった方はお早めに。人気なんだな。お、トンボいいですね。季節を感じますね。栗の町小布施、美しく整備された町に栗の木が点在しています。へー、いやー、街並みも風情があって散策するのにぴったりですよね、うん、さらに私が今歩いてるこの道、うん、栗の子道といって栗の木でできた遊歩道なんです。栗の子道を通り抜けるとそこには葛飾北斎の作品を展示している北斎館が。観光地として盛り上がったきっかけの一つにこの北斎館のオープンがあったそうです。北斎は絵画や書に精通した文化人高井鉱山を訪ね、小布施で鉱山支援のもと数々の傑作を残しました。北斎館では画業の初期から最晩年までの作品を展示し、季節ごとに変わる展覧会で北斎の世界を楽しめます。小布施は先人から受け継いだ歴史文化遺産を大切にしており、他にもたくさんの美術館や博物館があるんです。
芸術の秋にもぴったりなお伏せ。美術館巡りで新たな出会いが待っているかもしれませんよ。こちらすべて乙部さんのお庭ですか？そうなんです。はあ、すごいナチュラルな、フローラルな、華やかな香り広がりますね。今回のプレ旅では長野県の乙部を巡っています。栗と北斎の町として知られている乙部、実はもう一つ掲げているテーマがあるんです。黄色や青やピンク、色とりどりの花が咲き誇っていますね。実はここ個人が所有しているお庭なんです。乙部が取り組むもう一つのテーマ、それは花の町づくり。乙部では個人宅の庭を開放し、観光客にくつろいでもらうオープンガーデンという取り組みを行っています。今回撮影のご協力をいただいた乙部さんにお話を伺います。こちらすべて乙部さんのお庭ですか？そうなんです。立派に手入れされてますね。高原の草花みたいな、風に揺れて素敵っていう、そういうお花を32年前から集めてきて毎年咲かせる。このナチュラルな空間作りにじゃあこだわられているんですね。乙部オープンガーデンに登録されたお庭はおよそ120軒。こちらの案内板が設置してあるお庭なら出入り自由。乙部さんは普段押し花作家として活動し、そのセンスが存分に生かされています。今見ごろを迎えているお花を教えてもらいました。秋になるとこう元気になってくるこちらのメドウセージ、青色がクールなお花ですね。ね、すっごい匂いします。香りします、セージはスパイシー、香辛料みたいな香りしますね。そうなんだ、そうですね、まあお料理には使ってませんけれど全部食べ物に例えてしまったいいや、食欲の秋ですね。お白い花とも呼ぶんですけど、お白い花、優しい香りがします。はあ、すごいナチュラルな、フローラルな、華やかな香り広がりますね。丹精して作ったこだわりいっぱいのお庭、一年中美しいお庭を保つ秘訣とは？この時期何もないって思う時期があるんですけど、時間差でこう咲かせてるんですよ。何もない時期を作らないように剪定、勢いのある時に切ってあげる、それであの時間差で咲いてくれる。オープンガーデンの取り組みを続ける乙部さんにはこんな思いが。私有地に知らない人が入ってくるって抵抗があるかなって思うんですけど、全然嫌ではないんですか？そうですね、本当にただただ花が好きなだけ、あのどなたかにも見てもらいたいなっていう気持ちもあったりしてね。で、まあ、県外の方ともおしゃべりしたり、一つのお花を通して交流できてすごいあの楽しいですね。暑さが和らぎ過ごしやすい季節になりました。秋の行楽シーズン、会話を楽しみながらのんびりとお庭巡りをしてみませんか？いろんな秋を堪能してきました。皆さんいかがでしたか？いやー、すごくなんかこう素敵な街だなとこう思いました。ね、乙部栗なんかもいいですけれども、なんか北斎の美術館があったりとか、その栗をなんか昔将軍に献上したりとか、歴史深い街ですよね。そうなんです、ね、食べ物もあるけれども、やっぱお庭散策できるっていうのも魅力の一つ。はい、いいね、確かに。あのほら、季節ごとに咲くお花っていわゆるこう自然にね、あの咲いてくれるから、ちょっと育て方すごい難しくって、ほっとくと雑草みたいになっちゃうんですよ。すごいお綺麗でしたね。そうなんです、乙部オープンガーデンは本当にこだわりがたくさん詰まっていました。県内におよそ120件の登録があります。案内板が設置してあるお庭なら出入り自由なんですが、家主さんの都合で入れない時もあるのでご注意ください。そして収穫の秋に味覚の秋ということで、栗拾いに幻のモンブランも体験してきましたよ。モンブランとっても美味しそうでしたね。あのふわしっとりっていう食感味わってみたくなりましたし、中に栗のあんが入ってるのは初めてで、沼ちゃんね、食べたくなりました、そうなんです、お箸で食べるのもとっても珍しいですよね。先ほど私がいただいた栗の天心スザクは1日70個限定です。午後2時15分よりお店で当日券が配られます。
暑さの影響で栗の収穫時期が早くなったため今月16日までの提供です。気になった方はお早めに行ってみてください。そして私が行った小林農園、栗拾い以外にもリンゴ狩りができるんです。シナノスイート、シナノゴールド、秋映えなど長野県ならではのリンゴのほか全部で10種類のリンゴをなんとワンコイン500円で食べることが食べ放題することができるんです。もうリンゴ農園でもりリンゴ農園でもリンゴ丸かじりってもう本当ロマンがたっぷり果汁もたっぷり詰まっていました。収穫の秋にぴったりな小林農園さんでした、はい、ぜひ皆さんもお伏せでいろんな秋を満喫してみてはいかがでしょうか。以上プレ旅でした。